どのようにお過ごしでしょうか。なんかね、ちょっとあったかいような寒いようなね、ねって感じですけどね。あったかいような寒いようなどっちなんでしょうかね。私は基本的にはですね、寒がり屋なんですよね。寒いんですよね。なんででしょうかね。なんか人より寒い気がするんですよね。なんかみんなはなんかそんな寒くないよみたいな感じで、いや寒いと思うんだよねみたいな。だからなんかね、冷房とか結構苦手です。夏でもさ、冷房ガンガン効かしますよね皆さんね。皆さんってことないですけど、なんか寒くなっちゃいますよね。まあ今日はそんなことじゃなくて、最近お仕事やっぱりね、お芝居多いんですよね。徳川慶喜役、青天を衝け、大河ドラマってすごいっすよね。長くないですか、だって何話までやるのみたいなさ。台本いただいたら10冊ぐらい持ってますよ。なんか急にさ、22話撮ってたと思ったら17話とかさ、あれどうやってみんな整理してるんでしょうかね。わかんないですよね。急にね、なんか飛び飛びですよね。そういうもん、それ撮影なんですけど、普通はほらなんか連続ドラマって10話ぐらい、もうちょっと少なかったりとか、30話とか大河ドラマってすごくないですか。1年間やったんですか。そうだよね。30冊も台本あるわけよ、覚えてさ。だからもう最近ずーっとなんか覚えてる。徳川慶喜をやんない時は舞台があるので、舞台も結構セリフあるから覚えてるよね。何もしてない時がないですね最近はね。だから休みって言ってもずっと台本覚えてる。じゃないと間に合わないから。吉沢亮君とか半端じゃないね、セリフ量。あの栄一、あれ多分僕でさえずっとやってるってことは、もう吉沢君もずっとのずっとだと思うよ。やばいと思う、あれすごいなと思って。セリフってどうやって覚えるのってね、まあよく聞かれるんだけど、ひたすら読むしかないんだよね。コツってないんだと思うよ。中にはあるのかもしれないけど、僕の場合はもうほんとひたすら読んで、ペンとかでそんな引かない、ずっと読んでるっつうか。台本に書き込んだりとかもそんなにしないですか。しないっすね。もう10年ぐらい前、強弱つけて強くとか、なんか強く言おうとか。でももう最近はそういうのもないし、何回も読んでるうちに、あ、覚えてきたなみたいな感じになる。でしかも本当になんかね、時代劇のセリフは難しい。なかなか覚えられない。接続詞とかも覚えられないの。なんか接続詞がなんか和とかのとか間違っちゃうと言葉が違っちゃったりとか、なんとかでございまするとかのなんとかのとなっちゃうと、なんとかのでございまするとか、よく分かんなくなっちゃって、私は一体何を言ってんだろうみたいになっちゃって。ほんと時代劇って難しい。雰囲気でできないんですよね。なんかまだ現代劇とかだったら言ってること合ってればいいじゃんみたいな。でも時代劇の場合だとそうはいかないっていうか。いや本当に時代劇はね、ある意味大変だなと思ってますね。現代劇も大変ですけど、舞台なんかもね、やっぱり、あ、ちょっとまあごめん、もう一回やらせてとか言えないですか、舞台って。ちょっともう一回始めからみたいなさ。舞台は舞台で大変だと思うわ。まあね、それぞれの醍醐味っていうかね、ありましてね、緊張感もそれぞれ違うし。だってさ、大河ドラマってさ、今ね、着物を着付けてくれる方も何人もいて、カツラやってくれる方も何人もいて、照明さんも何人もいて、半端じゃない数の方がもう携わってんの。当たり前だけど、何百人ってその人たちが固唾を飲んで僕の芝居を撮ってくれてるわけだから、当たり前だけど、ね、これカメラ前で今はね、もう2人しかいないんですよ、この部屋にね。もうほんと何十人何百人っている時あるわけ。舞台じゃないのにだよ。そういう方がシーンとして見てるわけよ。緊張しますよね、だからね。普通に僕が喋ってる時に皆さんが僕の表情、いい表情を取ろうと、いい声を取ろうと、もう何十人ってその方がずっと注目してこう見てるわけですよ。これ緊張するよね、だってね。あの普通に考えてね、あ、長いセリフとか、あ、間違っちゃったらもう一回最初からになっちゃうかなとか。でカメラをね、こうレール引いてこう移動する方、僕のセリフに合わせてこう
こうやって聞くくれて、それの中でね、やっぱりね、セリフを言ったりとかね、お芝居するってね、だから役者さんって大変なんでしょうけど、毎回緊張するな、本当に。撮影の何日か前にはもう覚えるようにしてるとかってありますか？大河ドラマはね、リハーサルがあって、もうその時にはほとんど覚えてないとリハーサルになんないんだよね。だからそこのリハーサルの時にまでなんとか、まあ覚えてなくてもいいんだよ、台本持っててもう全然構わないんだけど、そのね、もうリハがね、なんかこう台本持っていいんですよ全然。なんかでもなんかね、リハーサルにちょっとなんない感じがして、そのリハーサルまでに覚えるっていうのが結構大変だから、今日からね、もうあと5日後ぐらいにリハーサルがあるんですよ。それも本番を終えてすぐリハーサルに なったりするから、それはなんかこう逆算して覚えるようにしてますね。現場の俳優の方とかになんかどうやってセリフを覚えてるとかっていう、なんかそのセリフの覚え方みたいなお話ですとか、過去になんか先輩とかからなんかそういうアドバイスみたいないただいたこととかってありますか？ニヤニヤついてたないね、聞いたこともないし、なんかそれぞれやり方違うと思うので、例えばね、よく聞くのはお風呂に入って覚える方とか、僕もたまにね、やるときあるの。お風呂入ってるときってさ、なんかぼーっとしてるだけで、特に半身浴したいなっていうときとか、汗かきながら効率いいなと思って、そのぐらいかな。でね、お風呂入るとあるあるなんだけど、お風呂入って覚えると台本がその湿気でくしゃくしゃになって、で、それを現場に持っていくと、台本超読み込んでる人だな、みたいな、思われるわけ。なんてことないの。ただ風呂の中で湿気でくしゃくしゃになってるだけで、そんな勉強してないのに、すごい勉強してる。やりやがるな、って思われるんですよ。逆に言うと、あんなくしゃくしゃにまで勉強してんのに、全然覚えていない人、みたいな、逆効果っていう説もあるんだけどね。失敗できないっていうプレッシャーで、ね。そうそうそう。そう、謎のね、そうプレッシャーになったりとかして、一つ僕が言えるのは、まあ、僕ももう46歳になってきて、たくさんお芝居やられてる方とかいるし、一つ言えるのは近道はないってことだと思うんだよね。セリフ覚えとか近道ないのよ、結局やるしかなくて、覚えないといけないから、やっぱりそこでなんか楽する方法ないかなとか、そういう時間があったらずっと読んでた方がいいっつうか、それかな。うん、覚えるコツはもうしょうがない、これはもう仕事だから、そういう運命だと思って、いかに楽する方法を考えないことかな。はい、ということで、厳しい世界ではありますね。まあどの世界でもね、厳しいと思うんで、うん、まあ本当めげずに頑張っていきましょう。ということで、チャンネル登録よろしく。バイバイ。今日も動画を見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。その他いろんな SNS もやってるから見てみてね。またお会いしましょう。バイバーイ。